松村雄基さんの意外な一面に驚かされるかもしれません。彼の舞台での圧倒的な存在感はもちろん、多岐にわたる才能にも注目です。今回の動画では松村さんの多彩な活動とその裏側に迫ります。まず彼の華々しいデビューからスタートします。17歳でドラマ生徒諸君に出演し、一躍注目の的となった松村さん。しかしその裏では祖母の介護という大きな試練が待ち受けていました。若くして俳優としての成功を収めながらも、家族を支えるために奮闘する姿には感動を覚えます。次に松村さんの俳優以外の活動にもスポットを当てます。書道では内閣総理大臣賞を受賞し、その腕前はプロフェッショナルの域。さらにシャンソン歌手としての活動や KIKTOK で見せるユーモラスな一面もご紹介します。多彩な才能を余すところなく発揮する彼の姿は見る者を引きつけてやみません。そして現在の活動とプライベートな一面もお届けします。舞台やテレビでの多忙な日々に加え、仲の良い友人関係も明らかに。特に氷川きよしさんとの友情は深い絆で結ばれています。独身生活を謳歌しつつも多彩な趣味に没頭する姿は必見です。この動画では松村雄基さんの多面的な魅力を深く掘り下げていきます。ぜひ最後までご覧いただき、彼の新たな一面に触れてみてください。それでは松村雄基さんの生い立ちと家族についてから始めましょう。松村雄基さんは1963年11月7日に東京都文京区で生まれました。幼少期には両親が離婚し、松村さんは祖母と一緒に暮らすことになりました。祖母は詩吟の教室を自宅で開いており、松村さんに対して母親代わりに厳しく育てていました。この環境の中で松村さんは幼い頃から規律を学び、強い精神力を養っていきました。松村さんが小学生の頃、家計を助けるために朝の新聞配達の手伝いを始めました。まだ子供ながらも家族の一員としての責任を感じ、日々の生活を支えるために頑張っていたのです。この時期に培った労働の経験は後の彼の人生においても大きな影響を与えました。中学生になると松村さんは生徒会長を務めるなど、リーダーシップを発揮するようになります。彼は非常に優秀で、将来の夢は中国語の通訳や外交官になることでした。 NHK の中国語講座を聞きながら一生懸命に勉強し、未来に向けての準備を進めていたのです。この時期彼の生活は勉強と生徒会の活動に追われる毎日でしたが、それでも彼はその全てに全力を尽くしていました。そんな中、松村さんにとって大きな転機が訪れます。中学2年生の時、彼の知り合いの女子生徒から突然、テレビに出てみませんかという電話がかかってきたのです。その女子生徒の母親が現在の松村さんの事務所の社長と知り合いだったことから、このような話が持ち上がりました。松村さんはこの提案を祖母に相談し、祖母のまずはお話を聞いてみなさいという言葉に従い、社長と会うことに決めました。社長から嫌になったら辞めればいいと言われた松村さんは、その言葉に背中を押され、芸能界への第一歩を踏み出すことになったのです。しかし松村さんの道のりは平坦ではありませんでした。17歳でテレビドラマ生徒諸君で俳優デビューを果たしますが、その翌年には祖母が脳梗塞で倒れてしまいます。祖母は後遺症で体の自由が利かなくなり、松村さんは仕事と介護の両立を迫られることになりました。昼間は母親父が祖母の面倒を見て、仕事が終わると松村さんが自宅で介護をするという日々が続きました。自宅に風呂がなかったため、松村さんは祖母を連れて銭湯に通うこともありました。当時松村さんはテレビドラマの仕事で忙しい日々を過ごしており、現場では泥まみれで動くシーンが多くありました。しかし帰宅後は静かにセリフを声に出して練習し、時には祖母もその様子を見ていました。このような時間が松村さんと祖母の心の拠り所となっていたのです。次は松村雄基さんの芸能界デビューと祖母の介護についてです。松村雄基さんは17歳でテレビドラマ生徒諸君で俳優デビューを果たしました。このドラマでの出演は松村さんにとって初めての本格的な演技の場であり、彼のキャリアの出発点となりました。このデビューがきっかけで彼は一気に注目を浴び、将来を期待される若手俳優としての地位を確立しました。しかし彼の輝かしいスタートの裏には、家庭内での大きな試練が待ち受けていました。俳優デビューを果たした翌年、松村さんの祖母が脳梗塞で倒れてしまったのです。祖母は松村さんにとって母親同然の存在であり、その倒れた姿を見て彼は大きなショックを受けました。祖母は脳梗塞の後遺症で体の自由が利かなくなり、
松村さんは仕事と介護を両立させなければならない状況に追い込まれました。日中は母親やおじが祖母の面倒を見ていましたが、松村さんが仕事から帰ると夜は彼が祖母の介護を担当しました。この日々は決して楽なものではなく、介護と俳優としての仕事の間で彼は心身ともに疲弊することもありました。自宅には風呂がなかったため、松村さんは祖母を連れて銭湯に通うこともありました。祖母を車椅子に乗せ、近所の銭湯までの道を何度も往復することで、松村さんは祖母との絆を一層深めていきました。やがて祖母の病状はさらに悪化し、認知症の症状も現れるようになりました。松村さんは限界を感じ、最終的には祖母を老人ホームに預けることを決断しました。この決断は松村さんにとって非常に辛いものでしたが、仕事と介護の両立が難しい現実を受け入れるしかありませんでした。老人ホームに預けた後も、松村さんは頻繁に祖母を訪ね、できる限りの時間を一緒に過ごしました。祖母が亡くなったのは松村さんが20代後半の頃でした。祖母の死は松村さんにとって大きな喪失感をもたらしましたが、同時に彼にとって非常に大切な時間であったと振り返ることができました。祖母との時間は松村さんにとってかけがえのないものであり、彼の人間としての成長にも大きな影響を与えました。次は松村雄基さんの俳優以外の活動と趣味についてです。松村雄基さんは俳優としてだけでなく、多岐にわたる活動でその才能を発揮しています。その一つが書道です。松村さんは書道に強い興味を持ち、長年にわたり研鑽を積んできました。その結果、内閣総理大臣賞を受賞するなど、その腕前は非常に高く評価されています。彼の作品は芸術的価値が高く、多くの人々に感動を与えています。さらに、松村さんはシャンソン歌手としても活動しています。彼の歌声は温かく情感豊かで、多くのファンを魅了しています。ファンクラブのイベントでは、彼のシャンソンの歌声を楽しむことができ、ファンとの交流を大切にしています。彼の歌声には人々の心に直接訴えかける力があり、聴く者を深い感動に導きます。また、松村さんは TikTok でもその魅力を発揮しています。彼の TikTok アカウントでは、お茶目な一面を見せる動画が数多く投稿されています。これらの動画では、松村さんの日常生活や趣味の一部を垣間見ることができ、ファンにとっては非常に貴重なコンテンツとなっています。彼のユーモアと親しみやすさがあふれるこれらの動画は、多くの人々に愛されています。趣味としては、松村さんは釣りを楽しんでいます。自然の中でリラックスしながら、魚釣りを楽しむことは彼にとって大切な時間です。釣りを通じて自然と触れ合い、心身のリフレッシュを図っています。彼の釣りのエピソードはファンとの交流の中でもよく話題に上り、その経験談は多くの人々に共感を呼んでいます。最後は松村雄基さんの現在の活動とプライベートについてです。松村雄基さんは現在、舞台を中心に多くの作品に出演し続けています。彼の演技は観客を魅了し、その存在感は圧倒的です。舞台での彼のパフォーマンスは高い評価を受けており、幅広い役柄をこなすその多彩さが光ります。舞台だけでなく、彼はテレビドラマや映画にも出演しており、その活躍の場は広がり続けています。特に近年では、重厚なドラマからコメディ作品まで幅広く出演し、その多彩な演技力が高く評価されています。また、松村さんはクイズ番組やバラエティ番組にも積極的に出演しています。彼の明るい性格とユーモアのセンスは、バラエティ番組で特に発揮され、視聴者からの人気も高いです。クイズ番組では、その知識と冷静な判断力を発揮し、見事な回答を連発しています。これらの番組出演は、彼の多彩さを改めて感じさせるものであり、多くのファンにとっても楽しみとなっています。プライベートでは、松村さんは独身であり、その自由なライフスタイルを楽しんでいます。趣味の釣りや書道、シャンソン歌手としての活動など、多岐にわたる趣味を持ち、その一つ一つを深く楽しんでいる様子がうかがえます。彼のプライベートな時間は、自身のリフレッシュや新しいインスピレーションを得るための大切な時間です。また、松村さんと氷川きよしさんの関係が一部で話題になっています。二人は非常に仲が良く、しばしば一緒に食事をしたり、イベントに参加したりしています。しかし、松村さんは氷川さんとの関係について、友人関係であると公表しています。彼らの友情は深く、互いに尊敬し合う関係であることが強調されています。このように、松村雄基さんは多岐にわたる活動を精力的にこなしながら、プライベートな時間も大切にしていることがわかります。彼の現在の活動は、
その多彩な才能を余すことなく発揮する場となっており、ますますの活躍が期待されています。松村雄基さんの多彩な活動とその裏にあるプライベートな一面をご紹介しました。彼の俳優としての活躍だけでなく、書道やシャンソン歌手、そして TikTok で見せるユーモラスな一面など、多彩な才能が光りました。さらに氷川きよしさんとの友情や独身生活を謳歌する姿も興味深かったのではないでしょうか。彼の今後の活動にも注目が集まる中、これからも私たちの期待を超えるパフォーマンスを見せてくれることでしょう。松村さんの新しい挑戦やプライベートのエピソードに触れるたびに、彼の魅力に引き込まれていくこと間違いありません。今回の動画を通じて、松村雄基さんの意外な一面や魅力を再発見していただけたなら幸いです。動画をご覧いただいた皆さん、ぜひコメント欄に感想をお寄せください。松村さんのどのエピソードが一番印象に残りましたか？また、次回取り上げてほしい話題や、彼について知りたいことがあれば教えてください。視聴者の皆さんのコメントやフィードバックは、次の動画制作の大きな参考になります。チャンネル登録と高評価もお忘れなく、これからも興味深い芸能ニュースやエピソードをお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみに。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。